オッケーです。もうね、虫がすごいですよ。あ、ちょっと真っ暗で全然わからないんですけど。あ、どうもお疲れ様です。はじめまして、本舗中です。あの、あ、とりあえず足ぐら。はい、すいません。足ぐら。はい。で、こっちお風呂上がりなんで、3分ということで。お風呂上がりですね。お疲れ様です。北山さん、YouTube やってはるんですか？そうです、最近やり始めました。携帯、お名前、何のチャンネルやってるんですか？はい。あ、これ映す？はい、映します。モコちゃん出てきた。はい、これですね。これですか？はい、株式会社セヒロで、国県チャンネルっていうので、やってます。これ会社公認の YouTube。 一応もう社長も見てくださってて。そうですか。はい、もうどんどん宣伝してということで。あ、そうなんですか。あれ、あれですね、セヒロさんってトラックにご縁に感謝って書いてる。あ、そうですね。あ、はい。ですか。そうです。あ、ですか。ほんでこれがセノプロのギが導入されたということ。そういうことです。これが第2号ですね。僕ね、ほんまにごめんなさい。詳しく見てなくて、ついていけなくて、ほんまにごめんなさい。今日ちょっとパーキングで声かけてもらいました。ありがとうございます。いや、もう動画もトラック撮らせてもらえるということで。撮ってください。ありがとうございます。顔一瞬やったら挨拶しますけど、大丈夫ですか？じゃあ、こちらに立っていただいて。はい。お風呂上がりなんであれですか？真っ暗やけど。国民チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。これぐらいにしときます。勢いあるなぁ。え、年いくつ？僕は31です。31？ 一応平成元年ジャンプです。あ、平成元年ジャンプ。ほなひょっとしてあれですか？独身罰なし。はい、こなです。まだお取り置き状態。あ、そうです。はい、募集してますんで、こちらまで。こちらまで、こちらまで。あ、そうなんや。ほな名前はひょっとしてキラキラネーム？キラキラネームではないですね。あ、キラキラネームじゃないな。どっちかって渋い系ネーム。あ、ほんまに。令和、平成の頃でキラキラ多いやんか。あ、でもまだ昭和に被ってる方の平成なんで、元年やからね。キラキラじゃなかった。まだキラキラじゃない。まだそこ丸ごとバナナとかキラキラね。ああ、もう全然。そうですか。ということで、これほなちょっと真っ暗なんですけど、なんかライトあります？携帯ライト。携帯ライト。携帯ライトで照らしたらどんな感じになります？これね、セノプロの10本車もね、うちあるんですけど、ナルドグレーって言って、このわかりますかね？あ、グレー。洗ってないからね。ええ。はい。これアウディで使われている塗装ですね。あ、アウディのグレーなんですか？そうです。社長のこだわりで。セノプロの社長の。セノプロの社長。セノさんのこだわりで。セノさんのこだわりで。はい。へえ。10トン車でナルドグレーが出てすごいなってなって、で、うちのセヒロ社長も気に入って、トレーラーもこの色にすると。あ、そうなんですか。ギガって、ここ、角ってこんなんでした？いや、多分いろいろやってる。なんか穴開いてたんちゃうんですか、ギガって。シューって。詳しくは分かんないんですけど。僕もちょっと分かんない。そうですか。色塗ってこれね、バーつけてですよね。ギガのセノプロって珍しいですね。そうですね。これもこだわりで、どうありますか？なんとロゴも入って、入ってますね。かっこいいです。はい。めっちゃ分かりにくいけど。こんなんやったらあれですよ。今度車庫まで撮影に行きますよ。ああ、来てください。ほんまに。はい。いつも来ます。ちょっと真っ暗すぎて全然分からないですけど。じゃあ、ほんとちょっとトレーラー一周回っていいですか？どうぞ。じゃあ、ついてきてください。これはね、大倉のあのトラックにもバンパーの下ついてますよ。あ、なるほど。これ明るいからいいですよね。いいですね、これ。これいいですよね。トレーラーもうあれですか？トレーラー長いこと乗ってるんですか？いや、もうこの8月に練習させてもらって、ほんまつい1週間ぐらい前にデビューした感じです。このトレーラーが納車されて乗ったことないのに乗せてもらって1週間。練習期間合わせたら2、3週間。へえ。みっちりみっちりね。やりますね。練習させてもらいました。ギガやけど日のテール。あ、ね。ギガやけど日のテール。はい。ね。どうですか、乗って怖くないですか？やっぱりね、10トン長距離ずっとやってたんで、感覚的にはまだね、そこまでやっぱ慣れがあるんで。ああ、そうですよね。だからやっぱその、ね、乗ったことないときは、トレーラー怖いは思ってたんですけど、まあいざ乗ってみると、10トン乗っとったからよかったなっていう。そうですか。真っ暗すぎて何も分かんないです。いや、でも逆に真っ暗でよかったですよ。なんで、汚れてるから。そうですね。はい。洗車大変ですね。いや、逆にこれ、後ろ鉄筋なんで、もうこれだけですもんね、4人だけで。そうなんや。逆に楽です。でもなんで、後ろアルミ入れてほしくないんですか？いや、アルミは入れてほしいですけど、まあ、最初の方はね。あ、まだ。もう1台の方は後ろアルミなんで。あ、そうなんや。先輩がガシガシ磨いてると。もう1台はギガなんですか？もう1台も同じです。
そうですか、はい、これからもうどんどん入るんですかトレーラー。トレーラーも、まあ、あのドライバーのね、はい、募集次第になりますけど、まあ、それで人が増えれば台数も増やしていく。あ、そうなんですか、はい、でそこに仕事も噛み合わせてっていうところで。そうですか、はい、今ちょっと大変な時期ですけどね。そうなんですよ、時期的にね、はいはい、だから今はね、もうこうやって準備期間じゃないですけど、ええ、うん、まあ、今の間に備えるとこ備えといてですよね、はい、これあのビバンダ君、ビバンダム、ビバンダム君、ビバンダム君も光ってます。はい、この間光らしました。光らしました。これスライドした時にね、分かりやすい。あ、分かりやすいですね、はい、ええ、そうです。今日ね、はい、キャリアカー乗ったドライバーさんにも声かけてもらって、はいはい、はい、ここにアンパンマン置いてます。アンパンマン、はい、突っ込まへんかったけど。あ、なるほど、はい、ちょっと真っ暗すぎてね、はい、まだ今度明るい時撮りたいですね。そうですね、本当にね。でもあれですね、はい、あのセノプロの社長はメッキが嫌いやけど、はい、メッキ履いてるんですよ。履いてるんですよ、ここは。ここは履いてる、はいはい、まあでもクロムというか、まあまあまあね、ここまでギラギラしたメッキじゃないですか、まだ。まあですね、はい、今度お会いする時は、はい、綺麗に洗車してるよ。あ、バッチリやってます、まあ、ね、いやー、せっかく声かけてもらったのに、はい、なんか真っ暗で。まあ僕のインスタグラムやってますか。あ、インスタグラムですか。インスタグラムやってます。インスタグラムやってるけど、あんまり更新しませんけど。あ、なるほど、はい、だから僕インスタの方の写真とかね、YouTube 僕のなんか、まあ、チャンネル見てもらったら、はい、あのがっつり明るい時の映像とか載ってる、あるんですか。もしあれだったら興味ある人は見てもらって。ほんまですね、はい、じゃあちょっと中乗り込んでいいですか。あ、どうぞ。じゃあ、はい、ベッドスペースに、はい、お願いします。あ、ドキンですか。あ、そうですね、一応ドキン、はい、じゃあ僕ほんならスリッパステップで脱ぎますね。はい、たまにあえてなんか靴置いていく人いますよね。はい、はい、じゃあお邪魔します。タバコ吸うんですね。あ、そうなんですよ、すいません。はい、大丈夫です。タバコ吸わないんですか。タバコ吸わないんです。すいません、匂いきつくて。ちょっとだけ窓開けます勝手に窓開けます。すいません、匂いきつくて。はい、じゃあこれギガのトレーラーですね、はい、タバコここ置きます。はい、はい、ふぅ、ギガ、はい、あれですね、中はまだそんなにまだいじってないんですね。いじってないです、ね、はい、ですということで、さっき僕キーホルダーとシール、はい、あのプレゼントさせて。ありがとうございます。あ、いいえ、もうシール曲がってるじゃないですか。すいません、すいません、もうあの貼ります、ちゃんと貼ります。いい、はい、あ、じゃあビバンダムくん、はい、もうなんかもうぐるぐるに巻かれてるじゃないですか、はいはい、すいません、ちょっとこれかわいそうに。おしゃれにね、おしゃれに、はい、外から見たら綺麗けど、中から見たら結構なんかもうごちゃごちゃってなってるんや。はい、これちょっともう、はい、あの突発でやりました。ごちゃごちゃになって、はい、ですね、ギガハイルーフですね。そうです、はい、へえ、ちょ、でもあれですね、こうやって見たら大きいな箱。ちょっとミラー出していいですか。はい、いいですよ。ミラーをセット、はい、うわー、もうなんか箱の角しか見えないんですね、はい、あ、そうですね、すごいな、はい、まあ、今ちょっと角度ついてるからね。あ、ちょっとこの、ね、角っこに止めてね。だから結局あれが、まあ、四角になるというか、 あの後ろが見えないからね、はいはい、うんうんうん、はい、へえ、大変ですね、はい、ミラー戻します、はい、どうですか1週間乗って。いや、楽しいですね、やっぱ。あ、楽しいんや、はい、はいはい、初めて10トン乗った時の感覚に似てるというか、うんうん、ああ、はい、なるほどなるほど、はい、そうですか。時間もあっという間に過ぎるというか。あ、そう、いいな、はい、それやったら、もうこれからでもトレーラーもどんどん入るんですか。もう予定ではね、3代目4代目って、あの人も募集予定で。あ、ほんまですか。はい、聞いてますね。そうですか、はい、いやね、実はね、はい、あの大倉路地のキムニ、はい、キムニ、木村さん、はい、木村さん、はい、が前、あの木村さんって家実家旅館してはるんですよね。そうです、そうです。ほんでなんかジェットしに帰った時に、そうです、はい、あの千尋さんのところのドライバーさん知ってますって言われて、はい、あの YouTube やってる方が、はい、トレーラーの、はい、あー、ちょ、詳しく知らないんですけどほんまにごめんなさい、詳しく知らんねんけどって、はい、いや、あの声かけてもらって、はい、ほんで、あのもしよかったら、あの、はい、またどっかで、まあ、お会いしたいですって言うと、はい、聞いたばっかりだったんですよ、はい、そうそうそう、だから今日びっくりしました、はい、ね、もっと言ったら、僕さっきシャワーする前に、うん、木村さんが電話かかってきて、たまたま。あ、そうですか。今どこ走ってるんですか、お久しぶりです、言うて、はいはいはい、で、まあ、今からシャワーするとこなんで、うん、みたいな話してて、うんうん、シャワー戻ってきたら中さんおったみたいな。あ、そうだったんですかはいはい、いや、まあ、みたいな。こんな偶然あんのみたいな。今日ね、ちょっとあの、はい、結構、3人ほどグラさせてもらったから、はい、結構ツイッターに上がってたんで、はいはい、なんでそれお返しの返信しとったんですよ。なるほど、なるほど。動画特に何もなくて、はい。はい、ほんで、はい、そうそう、ほんで、さっき声かけてもらった、はい、びっくりしました、ほんまに。はい、ありがとうございます、ほんまに。ずっと会いたかったんで。あ、ほんまですか、はい、いい、いい。あ、何これ、トレーラーってこんなシフトなんですか、はい、これはね、一応、まあ、あの、ギガでも普通のシフトもあれば、はい、オートマもあると思うんですけど、これは、はい、一応16速ギア、
どういうこと ?8 速までしかないで、はい、そうなんですよ。これ8速しかないんですけど、はい、あのハイとロー切り替えなんですよ。あ、ここでハイとローのボタンがある、スイッチがあるんや。そうです。だからあのモニターあるじゃないですか。モニター、はい、どこ見とったらいいの？ここですね。ああ、上のところ、はい、はいはいはい。ここでクラッチペダル一回踏んでもらったら、ね、クラッチあるんですか、はい、はい、クラッチ踏んで。あ、ブレーキは大丈夫か。ブレーキ踏んで、はい。で、これでスイッチをパチンってやると、はい、変わります。ローに。ローに変わりました。はい、で、ハイに変わります。ハイに変わります。はいはい。だから、で、もうクラッチ離して横にすると、うん、5678に変わるんですよね、これ。あー、左右で分かれてんねや。そうです、そうです。クラッチ離していい？あ、大丈夫です。あ、離して、はいはい。ってことは、これは何、はい、マニュアル車ですか？マニュアルです。あ、オートマではなくて。はい。ほんなら自分でもうずっとシフト変えていく。そうです。へー、はい、そんなんなってんねや。そうですね。全然知りませんでした。はい。まあ、今ね、基本的にはオートマが増えてきてるみたいですけど。あ、本当に、はい、ローとか使うことあるんですか？まあまあ、途半とか山道とか、その積載積んでる時とかぐらいですね。うんうん、基本的にはもうハイギアの、もう3から、うん、はいはい、8かな、はいはいはい、はい。ぐらいしか使わないですね、基本は。そうなんや。すごい、これ初めて見た。だから最初慣れるまではね、ちょっと時間かかりましたけど。うん、前トラック何乗っとったんですか？前は同じです、スーパーグレート。そう、はい。あのセノプロの白色の、うんうんうん、はい、そうです。そうですか、はい。なんか iPad とか持ってるんですか？ iPad は持ってないです。iPad 持ってない。あ、そうですか。はい、処分しました。あ、ほんまですか、はい、じゃあちょっと携帯で動画、どんな動画作ってるかまたちょっと見せてもらえませんか？動画。動画再生してもらえません？どんな YouTube ですか？はい。こんなんやってますみたいな感じで。どれ見せようかな。はい。どんなんやってるかですね。でも、セノプロのトラックがあるから、はい、セノプロ押して、できるからいいですね。あ、そうです ね。やっぱね、乗らせてもらってる限りは、ね、ただ単に乗っといてももったいないから。はいはいはい、はい、おすすめ動画1本再生してください。おすすめ動画、はい、あ、ほしたらあれにしましょうかね、はい、僕が乗ってたトラックじゃないですけど、はい、先輩が乗ってるトラックの紹介動画、はい、あ、先輩が乗ってるトラック、はいはいはい、あ、この同じ僕が今乗ってるやつの、はい、そう、もう下に僕映ってもらってるんです。あ、はい、ここですぐ出てくるんですか？これ横にできます？あ、出ません。はいはい、まあ、これオープニングですけど、はい、はいはいはい、あの、後輩です。あ、後輩で、後輩もちなみに YouTube やってます。あ、そうなんだ、はい、まだ600人で、ちょっと進めてます。あ、そうなんだ。うわ、はい、ちょっとかっこいい色するんで、はい、ちょっとやってますけど。あ、ドローン、はい、ドローン僕のパクリですね、はい、いやいやいや、いいです。この前でもその木村さんのとこ行った時に、はい、池こたして、はい、池こたしたいや、どうしました。簡単に説明の方、あ、これはこれがだから10トンの10トンのセナプロ、はい、あ、待ってくれ、頭には、はい、あの4連ライト、いや、たまに見ますよ、はい、本当に。あ、このトラックですか？このトラック、たまに、はい、ほんで、まあ、主に白色のトラック、はい、見ます。あと、バスも持ってるんですよね。バスは、え、バスはまだっすね。たまに、ご縁に感謝って、看板。あれは、ね、スッター以来。あ、看板、いや、ここですね。もう、バスまで買ったんや、思うて。手はますね。うわ、すげえと思って。あれは乗ってきたね。もう、とうとうバスまで買ってしまった。いや、でも、よく似たバスやなと思った。あれに乗ってるのはおじいちゃんおばあちゃん。京阪バスに広告を貼ってるんです。なるほど、なるほど。一応、ね、これあれ森脇のマフラー、はい、延長、そうです、はい、すごいな。一応ハイドローラーの方、やっぱガラスコーティングも、ね、しっかりしてて、めちゃくちゃ使いやすいやつ。あ、ウィング、あの煽りが、はいはい、あ、これあれですね、あのセノプロのハイドローラー、そうこれ大倉も埼玉営業所、はい、これ導入されてます。入ってます。はい。ケツ積みの、まあ、パレットでも、ね、めっちゃ使えるっていう。ね、いいですね。でもこんな乗れるドライバーさん嬉しいですね。そうですね。パレットローラーね。お前ね。なかったりとかしたらハンドリフトでいかなあかんから。ハンドリフトやったらまだマシやけど、もうラーメンとかやったらローラーを使うでしょ。あの時エグいですもんね。ちょっと音下げます。はいはい、だからね、言うたらあれですけど、家電とかもこれで前まで転がしていけるから、はい、うん、あ、パレットはね、めちゃくちゃ高いです。いいですね。なかったら前まで引っ張らなかった。でも前までローラーパレットを引っ張っていって下ろすの、下ろせれるんですか？あ、もうこのまま転がします。またはい、あ、はい、え、何、もう、こうした状態で。セパレートになってるからね。うん。前だけ落としとくんですよ。はいはい。あ、なるほど、なるほど。へ、は、ぇ、い、そうなんや。しっかり。また、この看板もかっこいいですね。
これまた綺麗ですね。なんや、ほんと。もしほんまに機会あったら、駐車場まで、そこまで。はい、お邪魔。実はね、さっきで家から近いです。はい、すいません。あ、これこれこれ。これよう見ます。はい、ご縁に感謝します。関東からね、九州方面から大体今走ってるんで。あ、ほんまですか。ね。もうドライバー募集とかしてるんですか？ドライバーはだからその今ね、どうしてもコロナの状況下なんで、通常募集ではないですけど、まあ面接はいつでもやってますっていうところですね。ほんまですか？ほんまですか？一応大変やもんな、ほんまに。そうですね。これ後ろこれついてるんや。これ結構質問多いですよね。何ですかみたいな。ああ、これね。これあれでしょ、トラックがバーンって90度ウィリーした時に、転がせれるようについてる。まあそれもありますし、ボタン押したら飛び出すっていう。飛び出す？あ、飛び出すんですか？煽ってきたやつ、飛び出さすっていう。あかあか。そうですか。いや、もう嬉しいですけど、声かけてもらってありがとうございます。すいません、もう一回チャンネル紹介お願いします。いいですか？はい、チャンネル。もう始めたてでまだまだですけど、あ、これかな。はい、ホーム。ホーム。国犬。国犬ってどういう意味なんですか？もうその名字と下の名前と取って、まあ呼び名というか、国田健二みたいな感じの国と県を取ってみたいな。そうです。言うたらもう僕と同じような感じですね。あ、そうですね。はいはい。国犬チャンネル24。はい、24はもう社番が24、ちょっと24にしたんで51番やったんですけど、もう結構うちの会社ゾロ目が多くて埋まってるんですよ。あ、うんうん。何しようかな思って。はい。で、なんかまあインスピレーションで、まあ24。あ、インスピレーション。まあなんか縁起がいい数字らしい。インスピレーションで。はい。はい。でも、よくよく考えたら、富士山の富士山とかなって、はい。まあ結果良かったみたいな。結果良かったんです。結果良かったです。ね。でもチャンネル登録ももう2230人。そうですね。おかげさまで。勢いあるじゃないですか。ありがとうございます。いや、ほんまに頑張ってください。で、ここに来て初コラボでナッカさんっていう。あ、初コラボが僕やったんですか？そうです。僕今までずっと一人でやってたんですよ。ええ、そうなんですか？はい。もうずっと一人で、はいはいはい。もうやってて。そうですか。そうなんですよ。で、あ、モコちゃんに関しては、セノプロ工場で一回会いました。あ、そうなんですか？たまたま、車両紹介で来てた時に、僕修理で行ってて、で、モコちゃん帰ってきて、そこで挨拶はさせてもらいました。あ、そうなんですか？その時はまだ YouTube やってなかったです。あ、そうなんですか？ほんで、モコちゃん見て YouTube 始めたんですか？で、やっぱ刺激受けるっすよね。同じドライバーでなんかやってはる人、いて、で、清水さんもそこにおったんですよ。あ、そうですか？そうです。で、それで、あと、セノ社長と3人に囲まれて喋ってて、僕なんやろうと思って、あ、はいはいはい。っていうのもあります。やろうと。まあそうですね、きっかけ。そうですか。あとテレビ取材とかも受けたりとかあって、まあそれを誰が？僕。テレビ取材受けたんですか？受けました。それもチャンネルに載してるんで、初めの方に。いや、ほんまにごめんなさいね。いえいえいえ、詳しく見てなくて。コロナの中で頑張る長距離トラックドライバーたちっていう名目で、日テレ、テレ朝、はい、3本、ご縁があって、ニュース番組出ました。へぇー、そうですか。その模様もチャンネルに載せてあるんで。ほんまですか？はい。ほんなら、鷲見純一とか会えました？会ってないです。会ってない。そうですか。そうです。ほんで、ジェットもしたり。ジェットもそうですね。へぇー。じゃあ、これからあれですね、こう、どんどん楽しみなチャンネルですね。そうですね。ね。はい。国犬チャンネル。はい。ね。どんどんかっこいいトラックとかね。はい。やっぱドライバーのイメージって、まだちょっと一昔前で止まってるとこあったりするじゃないですか。世の中。ああ、ええ。関係、なんか汚い、きつい、危険とか。まあまあ。あるじゃないですか。まあまあ、近いもあります。あるじゃないですか。で、でも実際問題やっぱトラックもどんどんかっこよくなって。ほんまにそうですよね。ね。安全装置もしっかりしてきて、で、働く環境も、やっぱり昔に比べたら、守られてる部分あるじゃないですか。あ、もう、だって昔と比べてほんまに休息時間ね、取れるようになりましたね。はい。そんなんとか、知らないじゃないですか、やっぱり。ああ、本当にね。ね、例えばこうやってベッドもこうやってあるわけじゃないですか。あ、ベッドあります、ベッドあります。知らない人はトラックどこで寝てんのみたいな。まだそういう人もいます。います、います。もちろんいます。結構質問受けます。なるほど、なるほど。こういうのとかね。どこで寝てるんですか？そうです、そうです。だからも、なんていうんですかね、そのイメージと全然違うよっていうのも発信していけたらなと。ああ、なるほど、なるほど。で、若い子とかがね。そうですね。ほんならどんどん来てね。そうです、そうです。ほんまにね。はい。ほんでね、会社トラック乗って YouTube やっていいよって。あ、そうです。はい。YouTuber とトラックドライバーやったらええやんみたいな。はいはいはい。ね。楽しいですね。そういうことです。だからまあそういうのもね、どんどん発信していけたらな、みたいな。ですね、クリケンさん。すいません。やりますね、クリケンさん。なんか若いのになんかかっこええな。いや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 。なんかもう、でも会社がいいトラックバンバン入れたら撮影のしがいもありますよね。もちろんそうですね。ね、ほんまにね。そうです。そうですか。社長いくつなんですか？社長はまだ50代。あ、
50代ですか、はい、そうです。あ、ほな、はい、大倉社長と同じぐらいですね。そうですね、大倉社長も50ぐらいで、はい、僕よりちょっと上って聞いたんで、はい、僕40、まだ49、花の49なんですよ。なるほど、はい、はい、だからちょっと上って言うたんで、はい、50ぐらい、はい、でももうバリバリですね。もうゴルフもしますし、ジェットもしますし、もう、あ、社長もうバリバリです。すごいですね、はい。ほんで木村さんとこの旅館に泊まりで行っとったんですか。たまたまその言うたらファミリー旅行というか、まあ、で社長家族のファミリー旅行に僕もついて行かしてもらって、はい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 、で行ったら、こんな感じ、僕大倉路地のドライバーですって来たわけですよ。あ、わざわざなんかアピってきたんですか。アピってきたんですよ。え、国健さんですよねみたいな。あ、知っとったんですか。僕のチャンネルを見てくれてて、あ、はいはいはい、そうです。でえってなって、はい、それで繋がったんですよ。あ、そうですか。そうなんや。はい、僕あ、ほんで僕にね、はい、あの前話しかけてきて、はい、そうそう、あの、こう、あったんですよ、国健チャンネルさんで、知ってますって、いや、詳しくは見てないんだけど、あの、はい、なんか、セノプロのトレーラーで、はい、あの、写真者の人が、はい、あれですよねって言って、はい、あ、その人です、はい、って言うとって、それが先々週、はい、もう、ほんま、お盆の、ね、お盆の時、休んで行っとったもんね、はいはい、やったから、もう、はい、今、もうびっくりしました、はい、もうほんまに。タイムリーです。タイムリーです。はい。はい、こんな感じで、国健チャンネルさんが、今日、コラボしました。いや、もう今日はほんまありがとうございました。はい、はい、あとなんか、あの、はい、こう、世界中の方に言う。あ、世界中の方に。僕らがまだ2万人ぐらいしかいないですはい。まあ、あの、僕のチャンネル登録していただいた方は、はい、あの、後悔させませんので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。もう僕もね、はい、もうさ、4年ちょっと YouTube やってますけど、はい、まあ、未だにグダグダですけどね。はい。はい、こう伸び悩んでることも特にないんですけど、まあ、もうそれぞれのスタイルっていうので、はい、まあ、あの普段のなんか日常的なことを、はい、だから今までブログに落としとったのを動画に変えただけっていうところもあるんで、ブログが最近全然更新できてないですよ、はい、なるほどなるほど。そう、すいません、はい、まあ、インスタントグラムも、はい、まあ、ツイッターもやってるんですけど、はい、はい、あのちょっとサボり気味ですけ ど YouTube は頑張ろうと思います、はい、僕も、はい、いいと思います。国健チャンネルさんに負けないように頑張ります。はい、はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ終わります。失礼します。ポチッとな。ポチッとな。ポチッとな。ポチッと。